高層ビル、深夜の高層ビル、一人暗い廊下に立っていると、私の名を呼びながら女が近づいてくる。彼女の声に似ている、姿も似ている、だが確信が持てない。目が悪いものですから、そのまま女は通り過ぎ、廊下の奥の闇へ歩み去る。すると誰だ、彼女ではなかったのか。深夜の高層ビルの廊下で彼女に会うというのも変な話だ。しかし今は考え込んでいる場合ではない。壁のボタンを押す。音もなく扉が開く。エレベーターに乗る。廊下より暗い。並んでいるボタンのうち一番下のそれを押す。音もなく扉が閉まる。加速しながら落ちていく。扉の上、階数を示す表示ランプが次々と移動していく。途中で停止する。音もなく扉が開く。一人の女が乗ってきた。上の階で別れたばかりの彼女だ。今度は確信が持てた。どうして君が？彼女も驚く。さっき廊下で会ったわよね。変だ。操作を間違えたのかな。でもこれ上から降りてきたわよ。エレベーターの扉が音もなく閉まる。石ころのように落下していく感覚。不安な目で相手を見つめる二人。ただ音もなく落ちていくばかり。